えと2024年2月17日土曜日で、まあ、雑談分というか、3分ぐらいで終わる話なんですけど、えー、ロシアで、まあ、プーチン政権の,あの反対勢力というかの、の言われてた人で、刑務所に入れられてたナワリヌイさんが死んだっ,つってさ、ニュースで報じられてて、いやー、びっくりしましたね、やっぱ暗殺って思っちゃいますよね。 プリゴジンさんもそうだけど、なんだろうなぁ、嫌だね。その、自分の意にそぐわない人を殺すってうのは、たまに、僕もたまにね、やっちまえよなんつうこと言うけど、これ良くないなぁと思ったね。あの、なんか言論の自由もない。人々に信じる選択肢もないっていうことが、あ で、行その、なんだろうな、この代表的に一番声がでかくて、人身を掌握するであろう人が殺されるっていうのが怖くて、それがな,なんで怖いかっていうとさその、一般市民は殺されないわけですよ、その愚民とされてるから。 そのね、政治をする人にとって、その一人一人の指示がなければ国も動かないし。だから一番邪魔なのは、こうやって対等してくる反対勢力なわけで、それをどうするかっつうと、極中死ですからね、うん。ずっとこの人はその暗殺の影もつきまとってましたけど、もうなんか、うん 誰かのせいじゃなく本当に具合が悪かったにせよ、まあ疑いの目は向けられるなあ、なんていうの。でもその疑いの目も時間が経てば忘れるわけで。これでまた3、4年は、その、安泰というか、うん、ね。こ,この人がいては困る人にとっては安泰の時代でもあるよななんていうふうに思いました。恐ろしい、恐ろしやって思いました。以上です。<laughs> もう死んじゃったし取り返しつかないし、どうにもならんし、戦争は終わらんし、ウクライナ侵攻を誰も止める気がないし、えひどい話だなって思うよね。誰も止めないってことはやっぱ、俺が最強っていう思想にもなるからさ、ここまでやっても誰も起こんないんでしょうっていうさ、いろんな経済であったりとか資源であったりを人質にとったりする。 して、えー、あなたたちに関係ない国のところでだから、中国で言えばミャンマー侵攻であったり、インド侵攻であったり、えー、もしくはアフリカをねどんどん金で買収していくみたいなことをやってるけど、誰もやめろって言わない。あやっていいんだって言う。それをじゃあ、今は西に広がってる中国がいつ東に行くかわからん台湾友人も みんなそんなことあるわけないとか言う人もいるし、恐ろしいなぁと思ったりしますね。まあこうやって混沌の時代に入っていって10年後ぐらいに第3次世界大戦というあで、ね、も、まあ泣きにしもあらずだし、日本はそこでズルズルと巻き込まれていくんだろうなぁとかうー、悲惨ですねって思ったりしますね。なんか うん、まあ、どうせ話し合いなんかお、お互いの主張が違う時点で、話し合いなんかできないんだから、妥協することもないんだから、お互いね。<laughs> うん、そうするともう、こういうことが起こるだろうなとは思ったりいたします、うん。僕も今、日本の政治で気に入らない人がいたら別に暗殺しちゃえばいいんじゃないのというのは思ったりするのでね。 しないけどね。僕はしないし。えー、そ,その暗殺が行われたとしても暗殺までして世界を変えたい人が今度はそのトップがすげ変わるだけだからさ。その,その人が何かやっても多分何にも変わらないのでね、えー。それこそ、それこそ日本を変えるんだったら大粛清が必要になるわけで。 そんなこと多分誰もしないだろうから。だけど、やっぱあ、人間はバカだって思われてんだなというね。この人がいなくなったとしても、またいずれ、その、誰か違うカリスマが生まれてくるからさ。うんこ,のこ,のね、この人より優れてるとか劣ってるとは違うって、その、カリスマは必ず生まれるから。 なんかね、この人を殺しても別にそれで全てがうまくいくわけでもないのになというのも思いつつまあ争いとかは虚しいなって思ったりしますねただただ可能性を本当は狭めるだけなのにね、えー、でももう死んじゃったからどうしようもないただどうしても話しておきたかったんでこの話はくさびとして2024年2月17日に くさびを打とうかなと思いますじゃあ以上ですありがとうございました